素材ですか。不要ではありませんが。この付近に宝箱があったのを思い出しました。異界で得た情報ですが、案内いたしましょうか。八重地ですが、今は用がないでしょう。疲れたらまたここを訪れるとしましょう。出ました、チョッパーです。この敵は炎が弱点のようです。何をやってるんですか。不注意にも程がありますよ。ああ、それと女性だらけのパーティーですね。とはいえ皆個性はバラバラですが。ご用命とあらば進みます。私がお守りします。Thank you.
ここでの戦闘は避けたいところです。なかなかやりますね。もう仕留めです。愛したものです。この調子で次も仕留めましょう。こちらです。敵が逃げ出しました。戦わずして勝つ王者の戦いですね。あの宝箱を開いてみます。
岩がありますね。皆で押せば位置をずらせそうですが。動きますかね。誰か押しますか。続けに戦闘ですか。仕方ありません。やりましょう。はい、わかりました。森の中は少し気温が下がるようですね。魔物にとっても森はいい隠れ場です。散歩します。攻撃ですね。文字がありますね。確認してみましょう。向こうに見えるのは立像でしょうか。近づかないとよくわかりませんね。戦果としてはまずまずでしょうか。これに慢心せず次に備えましょう。
そういえば宮殿の兵士が噂話をしていました。皇帰と隣国の要人のことでしょうか。ええ、隣国要人とは男女の中にあるのではと。どうか人々に救いよう。自分にお疲れ様って言いたいわ。これからどうするんだったかな。もみがついてるみたい。ベッドが恋しいな。しばらくいらっしゃい。はしごですね。移動に使えます。さて、一つの職にこつ、それが今まで見たことのない徳。
別な職ならなおさらだね。またお待ちしてるよ。おや、いらっしゃい。新しいレシピも覚えてる。ここは戦いで勝ち残るなら、まずいい防具。を切ることだ。そこをケチると早死にするからね。ありがとう。また頼むよ。どうです、見ていきますか。まだ明るいですが。体調も万全になりましたね。やることはたくさんあります。よく眠れましたか。起こったのか。
ってらっしゃい、見てらっしゃい。ここはビョルン兵装。戦いで勝ち残るなら、まずいい。防具を着ることだ。また来てくれよな。欲しいものがない時もありますよ。無駄遣いするよりはマシです。各社様は計画的なんですよ。この牛舎はメルベ、すまないが前払いで頼むよ。ふと思ったんですが、異界のマスターは戦闘志向も様々です。遠距離職のみのパーティーもありました。何者だ貴様。この村は現在後期ディーサ様の直轄領である。さあ立ち去れ。行き先が決まっ俺各社様、我々はここで待機しています。お前か。変わりない様子で何よりだ。後期派の戦後は全くひどいものだ。ウルリー家の帰還まで耐えるつもりだったが、村の者はもうお前にだから白状するが、我らはこの村を捨てようとか、ドラゴンに荒らされたこの地に縛られる理由はもはやないように、ウルリー家に書面で伝えたところ、幸いなことにウルリー家が滞在しておる村が唯一の問題は、いかにしてこの村を出るかだ。奪われた武器を取り戻すか、どこかで武器を調達。我らは監視されていて、迂闊な行動を取るわけにはいかん。よう、あんたのことはよく覚えてるよ。あの時、あの倉庫に武器が保管されてるんだが、入り口にもなか。兄さん、自分たちがおとりになれば忍び込む隙を作れるかもしれない。無茶言うな。俺らみたいな一般人が兵士にかなうか。だけど、だよし、俺たち兄弟で入り口の見張りの注意を引く決まりだな。よし、そこで待っててくれ。どうにかあいつ。お前何をしてるんだ。おい、武器は調達できそうか。武器を取り戻してくれたか。ありがたい。馴染みの武器となれば皆もオンに切る。これならどうにか戦えそうだ。これもう逃げられんぞ。慌てるな、大丈夫だ。みんな行くぞ。
な。皆で守るぞ。勇気を出すのだ。本当に世話になったな。あとは我らだけで後期派の増援が来る前にここで別れることになるが、いずれまた我らを訪ねてくれ。はしごが使えそうです。こいつは便利ですね。待ちましょう。私が先導します。もう道に迷う心配はありません。行います。何かに使えるかもしれません。ふと思ったんですが、メルベ、各社様にとっては自らの運命が動き出した地なんですよね。ここでの思い出は特に印象深いです。怒らせてどうするんじゃ。ここがしまいどころじゃ。そろそろ帰るか。長距離移動なら牛車を使うのも手ですね。魔物の少ない街道ですが、利用は日中のみですね。この牛車はベルンワースに積まないが前払いで頼むよ。そんなに私が怖い。休憩の直後の戦闘、仕方ありません。
とはいえ油断は禁物。結構私がお守りします。大天と言える立ち回りができました。常に向上心を持って臨みたいものです。私は装備強化のための素材を発見するのが得意です。地図にその場所この牛舎はベルンワース行きだよ。牛舎が無事に着きました。また利用してみてもいいでしょう。昇降用のはしごです。こいつは便利ですね。まずいぞ、本当にまずい。何かご用ですか。神のしもべに幸あれ。なかんだでここだよな。やることはたくさんあるから言い訳だから。何か買い忘れなどないですか。再度確認を。物だ。さあ皆も続いてください。いいですね。採取します。後に役立つ時があるでしょう。素材ですか。不要ではありませんが。そちらは目的地から離れますが。これは少し高すぎるようです。
です。お礼だから。またあそこに立像が見えますね。あそこに行く方法を探してみましょう。近道はこちらですね。目的地を更新して案内を再開します。各社様、今のうちに回復を。面倒ですが改めて集中を。はい、わかりました。何かありそうなんですが、少し高すぎますね。奴は徹底して女性を追うことができる。まるで火に飛び込む魔のように。それだけの脅威です。我々のことを忘れですか。さあ、私の出番ですね。目的地までの最良の経路を更新します。所持品が増えすぎていませんか？
これは素材として使うものですね。後々役に立つ場面があるでしょう。確かこの辺りにも立ち寄る場所がありましたね。効率だけを考えても仕方ないですが。怒り浸透ってやつだよ。ついてきてください。問題なく来られ。話は聞いたわ。ありがとう。おかげでみんな無事だった。ねえ、少しだけ時間をもらえない？あなたに。不思議なものね。生まれた地を離れてこんなに空が広いと知ったわ。あなたにはお世話になりっぱなしね。何かお返しができればいいんだけど、今の私にできることはそう多くはないから。でももしあなたが帰るべき場所が欲しいのなら、この村が、うん、違う、この村じゃない。あのね、私自身がいつでもそうなるわ。あなたの帰るべき場所に。この村は絶対に守るわ。今度こそね。少しお話ししない？採取を行い。この村は絶対に守る。ハーブ村。指揮者とは。とにかくハーブ村まで行ってみましょう。そこへお連れします。道の分かる人がいると助かりますね。ついてきてください。よく来たな。そうだ、今日はとっておきの話をして。だが、そうだな、今は日が悪い。今日は泊まっていくといい。起きたか。海を見てみろ。今日は晴天、
でかいつか少しだけお前さんに話したことがあるかもし、そこには立派な王様がおって、死してなお王様を守る軍、その王様が言うことには、王様は昔だけど、それに飽きちまったから地上に降り、立派な王様なのに今じゃみんなに忘れられちまったけどな、わしは思うよ。わしを見ろ、長い年月経っても何一つ忘れられ、忘れたくても忘れ嘘のようで嘘じゃないぞ、わしは本当のことしか言わない。また来るがいい、次はもっと面白い話。洞窟の奥の遺跡、そこに繋がる道が急にある。調査したかったけど、魔物がいるみたいでな。今の装備じゃ心も。とにかく上官に報告しなくては。何か海に現れた謎の建物はこの村からもよく見えますね。人の作ったものとは思えません。潮泣き洞窟の奥、一体何が起きたのでしょうか。そうですね、返答に困りますね。